師匠やないですか、ダチョウの次は、うん、久しぶりだね、やんぺか。見てくれました僕のこれ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 どうですか、また改良してきましたよ。泳がせるとこれで、いや長くならないですよ。この中に、うん、アジをですね入るでしょ、こうすると、うんうんうん、鼻掛けしたアジをこの中に入れるわけ。そう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 、こうで投げるわけ。どんだけ投げても小アジがへたらない、衝撃が、衝撃がと、これでアジをプロテクトするわけね。こうなってここからアジが出る。そう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 ほらほらほら、水上に残って、うん、これだけ重りと一緒に、これ重りがありですね、うん、中に入ったわけね。10号が入ってるんで、あ、10号居心地よくてここから出たくないってなったらダメって。そうです、絡むかもしれないっていうちょっと怖さはあるんですよ、まあ、やってみるのわからん。いいでしょこれ、まあ、いいと思います。味が元気に飛んでいく、なかなかいい考えでしょこれ、まあ、ちょっとやってみよう。まず味もつらないかなってことだよね。マルチルアーって言いますこれ山田、味久しぶりです。味あっちで、なんちよっと、あら、おはようございます。スナップを結んでるんです。なんかつるもん。ちょっと遠征行ってきますので。え、本当？竿もちょっとコンパクトにしました。なるほど、この切り込み入れたいね。短い竿でどんぐらい取るか、湾内でやってみましょう。いきますよ。おお、飛ぶね。どうですか、アジゴがあそこまで飛んだら食うでしょ、食うでしょ。今頃あそこからアジがこう行き分けて、いやまだですよ、これしゃくらないといけない。そうですか、切り離しますよ。離すときにしゃくってやれば離れる。今も離れてますね。あ、マコクのアジさんがこう出よう。そうそう、今出ようですね、今。どうセットの方は、バムちゃん。わ、さすが早い早い。あ、浮きがいるかも。はい、ありがとうございます。多分釣れんよ、足元じゃなかなか釣れんって。カサゴ、ベラ、多分ね、炙ってかもとコッパクルのヒレクリ。私のロケットには乗れんちゃん、その人たちが。なんか今日海の色が変ですね。お、来た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 。あ、アジですように、アジですように。あ、黄色い、やっぱりベラか。スタートですね。あ、結構歩いてきたよ。冒険やね、隙間が空いてる。階段になってるんだ、浅いな。もうちょっと進んでみよう。さらに奥に進んできたけど、また隙間が。お、ここはいいんじゃないのかな。アクアマンジの一人堤防。なんだ、何ですか、あなたは誰。おーし、あれですか、君はだ。お、なんだ、笛吹き。わ、あいた、いった。もう元気よすぎて手に手が負傷。出てきた。手のひらよりちょこっと大きいぐらい。あ、そんなところに。なんこれ。やっと手に入ったんですよこれ。ネットで買いました。うわ、なんか見たことある、こんなリール。今下ろすってここで。そうです。いや昨日届いたんですよ。片手で投げれるんですよね、シュッ。そうです。押さえたまま投げるらしいです。双眼鏡？あ、それドラグみたいですよ。あ、ドラグこれ。いい音色だ。あるあるやないですか、師匠。残念。いや、あれすぐ治る。お、これですか。そうです、できました。すごい、これ黄色。なんこれ。すごくないですか、これ。すごい。昔あったんですよ、なんかコメントがあったんです。スピンキャストレスピールってのがあったんですね。そうでしょ、はい。投げるか。飼い主より先に投げますよ。日本分みたいに。おお、ごめん、投げちゃった。なんと初おろしの竿が人から投げられるってすごい複雑な気持ちですよね。あ、あそこ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 。あ、来た来た来た。あ、師匠。網ほら入れてないですよ。とうとう人の竿で釣り始めたよ。飛ぶ飛ぶ。かかってたよアジゴ。ちょうどいいアジゴがいたよ。今の気持ちは俺400に力を貸したくない。アジを上げたこと。ちょっと穂先が折れとったけです。機嫌が悪いんですよ。これちょうだい。あ、もう今日やる気ない。穂先が折れてるんですよ。持ってきた竿の穂先が折れてるんですよ。今合わせる。合わせる。あれ絶対もう大きい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 。アジゴアジゴ。来たよ。なんだろう。何それ。おお、取れる取れる。あ、間違いない間違いない。あれはアジですよ。アジ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 。来た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 。ほらほら来た来た来た。もうやめて。じゃあこれイワシだ。嘘、最高。あ、取れた。あ、イワシ。いやいやいや、あー、あー、熱い。あー、取った。なんだこん
度こそ、今度こそ。さあ、来るか。こんなに難しかったか。来た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 。あー、やったやった。いや、ちょうどいいちょうどいい。よし、始めよう。しゃしゃついに出番がやってきた。おー、ありがとう、ママちゃん。俺今感謝の気持ちゼロやったよ。いや、長かったですもん、お前が。やっぱこれ優しい人がいっぱい釣り上げるんでしょうね。優しく優しく。ほら、もうちょうどいい、3匹。これがちょうどいい。うわ、4匹いたけど、まあ、ビー落ちましたよ。あ、いいサイズも、これもう画期的ですよ。これをする前にテープカット。おめでとうございます。これ残しすぎですよ、これ。残らんでいいやん。そんなに言わんでもよかやん。残しすぎです。あ、来ましょう。来ますよ。どっちがいいかな、せっかけと鼻かけ。鼻かけでしょ、本当に。ケツから入れた方がいいんですよね。こっちも出やすかろうね。入れますよ。入れて、入れて。で、ここにこうかけるんですよ。すごい。この、あい中に。スポット。ほい。ほいほい。はいはい、ちょうど狙ったようなサイズ。水もちょっと入れてやったりとかしてですね。で、こう締めます。脱出ゲームみたいな。ほら、長生きしますよ。向こうの方で僕投げてくるよ、これ。さあ、それではこの辺からいきますよ。発射します。ナブラでランかな。本当はナブラに打ち込みたいんですけどね。発射4321。飛んだ。あれ、まだこうロケットなんか入ったままや。そうですね、ロケットなんかだから今こう少し安定、海水とこ同調してる、同調してる。もうそれが第一ロケットっていうのがあるんですよね。そうです。楽しそうやん。なんですか。楽しそうやん。楽しそうでしょ。やりたいでしょ。成功したらですね、いきますよ。切り離しますよ。3、2、1。離れたと思います。あ、離れたね。寝たもん。よし、あとは泳いでってみたいな。浮き下10m、20m の人とか良くないですか。これ引くまで相当時間かかるんじゃないですか、これ。アジは元気。あ、何これ、また新しいね、これ。何これ。あ、なりますね。あら、タマちゃんみたいになったですよ、師匠が。かも、雨も止まない。雨はないとか言うけど、そんな感じです。おかえり、かごをしよう。よし、晴れてきたね。今日はプラスチックのチューブを使ってます。それでは飛ばすよ。お、はい、立った。あとは引くのみ。来たかな、来たかな。今沈みましたよ。ちょっと叩いてます。やった、やりましたよ、やりましたよ、やっとで。本日一発目じゃないですか、これ。なんだ、浮き下は4本です。深いね。深いです。海の底からやってきたものは、来た来た来た。おお、でかいんじゃないの、これ。でかいんじゃないの。お約束のチャリゴやね。やっほー、チャリゴが連れ出しました。棚が深いとってる。いや、こんぐらいでやらないかんやですよ。ほら来た、なんか魚っていうの久しぶりみたいな気がするよ。ほら、どう。はい、来た来た。来ましたよ。はいはい、はい、うわー、シカトです。完全にシカトです。いや、こういうのはやっぱりですね、やっぱほらめでたいもんやけん、もうちょっと大きいのが来るように。リリしますよ。大きいの連れてきてくれ。ほら、来るよ、沈むよ。来たよ。今活性が巻いてる。でかいよ。でかい。うわー、でかいぞこれは。タモお願いしますよ、タモ。今度こそタモでしょ、これ。でかいの、ほら。ね、ほら、あ、もうぶり上げしちゃうよ、遅いけん、ぶり上げするよ、もう。早く、かすぐ。よっしゃ、ぶり上げ。いや、大きいじゃないですか。バゴを引きますば、バゴっと。ほら。そうや。飲ましょう、あれ、大丈夫。1万円の。貸さないよ。やりましょう、試しましょう。うわ、これ、ボックスの運動よ。魚が小さすぎて早い。いや、入って入らないと、ほら。楽勝じゃないですか。すごい。さあ、取れますよ。1万円。おお、うわ、ほんと。すげえ、1万円、すげえ。感動した。感動したの？感動した。やら
ね。いやいや、1万円買い切れねえよ。今日は光っそうですよ。ん、天気が良すぎて。うん、暑いよ、のんぺくんに付き合うのも。いやいや、釣れんやつは全部付き合いにして、釣れたら帰ろうかって言って、最近矛盾してますよ。がむしゃらだった頃の情熱っていうのはさ、どこ行ったんだ君は。いやいや、僕ですか。ロットティップが折れてるの。なんかしたか。いやいやいや、足で踏んでグリって言ったろ。いいよ、今やったら許すよ。踏んだだけじゃなく、はい、こう言ったろ。楽しいな、沈まない浮き見て楽しいのは病気ですよね。次回の釣りすぎ四平は、アージストロング船長からの反応がなくなり、通信が途絶えてしまう。それでも相変わらず好調な四平一行、新たな釣りを確立しつつある中、この女だけは違った。絶対的エースアクアマンジはジグを選択し、一攫千金を求めたのであった。一人ジグを投げ続けるアクアマンジを横目に、次々と姿を現す生物たち。揺らぐ女のプライド、ジグを続けるか、エビに手を伸ばすか、女の葛藤を刮目せよ。さあ投げますよ。皆さん頭低めにお願いします。え、今なんか言いませんでした。おおおおお、聞いてるやん。おお、ママちゃん来たやん。お、キラウンってどこにあるんですか。キラウン、セキラウン。おお、叩きよ叩きよ。おお、叩きよ叩きよ。おら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 、あ、しかし、おお、来た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 。あー、沈んだ沈んだ沈んだ。おい、おいしい、入ってません。おお、来た、また来た。おお、えらい低い。おお、ドラゴンでよ。